2024年5月27日株式会社カウテレビジョン創業20周年感謝の集いがホテルオークラ福岡で開催されました。このカウテレビジョンという会社は2004年の5月20日に妻と2人で起こした会社です。本当に皆様が小さなカウテレビジョンを可愛がってくださったおかげで20年今日まで歩んでくることができました。感謝と報恩の気持ちでこの時間過ごさせていただきたいと思っております。このイベントはカウテレビジョンがこれまでご縁をいただいた方々へ感謝を伝えるために開催されたものです。カウテレビジョンのクライアント企業をはじめ、番組出演企業や代表高橋のご友人の経営者など、総勢280名が集まりました。お付き合いしててですね、本当に毎回いろんなヒントを気づかせてくれるんです。すごいやっぱ経営者、20年ぐらいとこれだけの経営者の方が集まってこられるというのは、やっぱりそうなんだなと思ってですね。本日はおめでとうございます。うちの会社のいいところここにスポット当てた動画を作っていただいたと、商品だけではない会社のことに興味を持っていただくファンの方が増えたというふうにありがたく思っております。世の中の会社がもっと明るく元気になっていくこと、カウテレビの発展とともに世の中が良くなっていくことを私は強く確信する次第です。この20年のカウテレビの歴史は僕は奥様美希さんの物語であったとも思います。立ち上げ当初からたくさんの若者クルーたちの世話をし、ね、そしてこの決断を支え、でも今日この20周年を迎えてこれだけ素晴らしい人たちに囲まれてこの場でこのような盛大なパーティーを開いてですね、今日確信に変わりました。美希さん本当におめでとうございます。歴代のクルー OG、OB、そして今のクルー、そしてインターンも含めたらめちゃくちゃたくさんのクルーたちがこのカウ TV を支えたと思います。本当に20周年美希さん、高橋家の皆さん、そしてクルーの皆さん、そしてタカさん、本当におめでとうございます。乾杯のご発声並びにご挨拶を川原正隆様にお願い申し上げます。ますますのご発展を記念いたしまして乾杯いたします。乾杯。20周年おめでとうございます。本当に会社を、ね、作って20年続かせるというのは並大抵のことじゃないと思うので、うちも採用活動の方お願いします。社長とは15年以上になるんですけど、社長のこう人の話を聞く力、最近読んだ本でリス聞くことは知性だ、20年前からね高橋社長はそれを実行されてるなというのをね、もうぜひ今のクルーの人たちに見習っていただきたいと。ハートに触れるっていうか、いわゆる新人の募集とか研修とかそういうのさせていただいて、それによってやっぱり会社が発展していって本当に心から感謝してます。やっぱこれだけの福岡の経営者の方が皆さん来られてるっていうのがやっぱりいかにカウさんの魅力かと思いますので、まあ、そこが素晴らしいと思います。採用にすごく力を入れているというのが改めてよく分かりました。福岡を代表するですね、もう会社になったと思います。でうちの採用も手伝ってください。よろしくお願いします。もうすごい熱気がすごくて、学生たち の将来とかね、キャリアを本当に大きく芽吹かせてくれる、もう切り札的な全面の信頼を置いています。ニーズは高まっていく一方だと思うので、ぜひご協力いただきたいなと思ってます。なんかアイデアを確実にその成果につなげていくというか、弾力というか継続というか、それをすごく参考にさせてもらってます。テロから2年後、高橋は独立を決意する。目指したのは企業専門のインターネットテレビ局。毎年毎年1年また1年と社会に必要とされる存在でありたいと、そうなっていきたいなというふうに思います。
歴史動画の上映後はガウテレビジョンのクライアント企業170社の中から特に学生の職業感情勢や採用成果を上げている3社に対して感謝状が贈られました。 DX ゼミ賞は中野株式会社です。アイドリーター賞は和信工業様です。採用ドキュメンタリー賞は中村工業様です。ありがとうございます。もう一度大きな拍手をお願いいたします。社長インタビュー等ですね、採用活動で弊社大変お世話になっております。今後もカウテレビジョンさんにですねご支援をいただきながら、九州はもとより日本一の人気企業を目指してまいりたいと思っております。これから大いに来たるべき採用難に向けてですね、カウテレビジョンさんにですね仕事をどんどんお願いして、高橋社長には牽引していただきたいというふうに思っております。創業20周年誠におめでとうございます。高橋社長の最初の印象はですね、えらい声がでかいなっていう、で事業に対するまっすぐの目線を持ってらっしゃる社長さんだなっていうふうに思いました。インターネットテレビ局という独自の業態を持たれ、自ら道を切り開いてきた。カウテレビジョンさんの30周年50周年100周年を我々は大応援団として後押しをしてまいりたいというふうに思っております。世界一働きたいメディア企業になると、でメディアというのは暗いニュースばかりです。それを高橋さんはポジティブ 100% だ、そういった仕事を取り組んで20年本当に立派だと思う、多くものです。これからますますカウテレビジョンの発展を僕は期待してますので、ぜひ頑張ってください。おめでとうございました。会の終盤にはこれまで300本以上の映画やドラマ音楽に携わってきた旅するソリスト龍馬さんによる生演奏が行われ、その美しい音色に来場者たちも聞き入っていました。東京20周年を迎えるカウテレビジョンの歴史はクルーたちとの出会いの歴史でもあります。時に感動的であり、時に微笑ましいカウの黎明期にあったアナザーストーリーをご紹介いたします。無理せず自分のペースでいいから戻ってこないか。坂森茜は高橋の誘いが嬉しかった。坂森が書く顧客へのお礼の手紙は絶賛されていた。お礼の手紙にお礼の手紙が来るほど取引先の経営者たちから愛されていた。しかし坂森はカウテレビジョンを辞めた。カウテレビジョン創業7周年の日、坂森は77個のお祝いのクラッカーを送った。辞めても坂森はずっとカウが好きだった。彼女の愛情こそこの会社に必要なんだ。高橋もまた坂森のことを忘れたことはなかった。組織には気配がある。カウテレビジョンがまとうぬくもりの中心にはいつも坂森がいる。
創業期を無我夢中で走り抜けてきた高橋代表の周りには、気がつけば一人また一人と仲間が集い、今では総勢30名もの招待となりました。その誰一人が欠けても、今のカウテレビジョンは存在しえません。20周年を節目に、時代を作るフェーズから世代へつなぐフェーズへ、そして代々続く会社へ、カウテレビジョンの歩みは続いていきます。2024年カウテレビジョンのクルーの皆さんです。20年間の一つ一つのご縁に、ここに集まっていただいた方々だけでなく、その背後に大勢いらっしゃる方々に一人一人に対して感謝を伝えるつもりで、今日2時間この3時間の集いを過ごさせていただこうと握り合ってまいりました。ですけど、結果的に蓋を開けるとですね、逆にも皆様方から本当に力強いエールとお言葉をいただいて、私たちの方が逆に勇気をいただく、そういう結果となりました。皆様方の出会う企業、出会う企業が一社一社本当に素晴らしく、私たちから見たら雲の上のような企業さんばかりで、そういう企業さんたちを一生懸命取材し、その価値を発見し、まだ見ぬ学生さんたちに伝えていく、これを毎日毎日繰り返した、その結果がこの20周年この日だったなというふうに振り返っております。この20年を機に改めて自分たちの原点を思い出し、これからも皆様の企業とともに、この地域とともに、そして日本という国とともに発展していく未来を作っていきたいというふうに皆様にお約束して、私からの感謝の言葉と返させていただきます。皆様、本日は本当にお忙しい中お集まりいただきありがとうございました。それではいきます。祝いめでたの若松様よ、若松様いろんなパーティーでだいたい手一本が一番多いんですけども、今回みたいに、この3時間のパーティーでこれだけの人が残ったのは初めて。それから言うと、カウテレビジョンさんと皆さん方の関係が義理ではない本気の付き合いだということがよく分かりました。ご健勝を記念いたしまして手を入れます。いよう申します。三度どうもおめでとうございました。本当にすごいスピードで成長してあるし、皆さんも社員教育がいいね、社員の皆さんがいい、だからこれだけ多くの経営陣の皆さんも賛同してやってね、これからますます成長するでしょうね。高橋さん社長がそのずっと一つの思いをずらさずにやってきているっていうのが非常に伝わって、ぶれないようにやっぱり自分でもやっていきたいなと思いました。本当にカウさんから教えていただいた、動画もそうですけど、インターンシップとか面接のやり方とかっていうことを本当に真似してやってきた結果で今内容ができているので、またこれからもご指導ください。カウさんあって、九州ネットワークができてるなって思ってますので、なんかこう九州のなんかすごい中心になって動いてらっしゃるなって感じがします。素晴らしいなというふうに思っております。はい、ほんわかしてて、なんかみんな高橋さんの人となりとか、社員さんの人となりとかを分かった人が集まってるなっていうのが、さらにこう集められた20周年じゃないなって感じがして、とても楽しく過ごさせていただいております。
本当にあの素敵な会社であるっていうのを今日つくづく分かりました。これからは九州だけではなく世界の地図がね牛に乗れるようになっていかれるんじゃないかなと思ってます。さっきの素晴らしい方々のねご挨拶にも出てたけど、今後しっかり連携していい仕事が一緒にできればと思ってるんで、今後ともよろしくお願いします。まあ20周年おめでとうございます。いつもこうエネルギーがすごくて、パーソナルトレーニングをさせていただくたびに高橋さんからもうエネルギーをたくさんいつもいただいております。今後とも高橋さんの心と体を下から支えてサポートできるように一生懸命頑張っていきたいと思います。社長同士仲良くさせてもらってますので、次の10年も共にですね一緒に成長しながらですね頑張ってまいりましょう。やはり良さっていうのは雰囲気ってなかなかその来ないと伝わらないとかっていうところがあるんですけれども、それが実際に映像として見ていただけるというのが素晴らしいコンテンツだなというふうに思っております。これからもですね、企業元気にしていく会社として皆さんの活躍を期待しておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。今日一日そして9ヶ月前からの準備本当にありがとうございました。お疲れ様でした。まさかこんなに盛大な会になるとは思ってもいませんでした。本当にこの企画をですね全体を作ってくれた本当皆さんに心から感謝します。そして我々この20周年をですね本当に大きな一つの節目として、これからもっともっといい会社を作っていきましょう。そして皆さん一人一人のいい人生をですねこの会社を通じて実現していただきたいと心から願っています。本当に今日一日ありがとうございました。ありがとうございました。